それでではナミナミからのワンンポイイトアドバイスです縄 <laughs>、えー、田さんがね、えっと、人生に生きがいは、ね、いらないんだよっていうような話をあのされてましたけどでもねこの生きがいって本当に僕も生きがいをどうやって見つけたらいいんですかとか生きがいはどうやって探せばいいでしょうっていうふうによく質問されるのでああそうだなって今思って話してるんですけど人間ってここに何をやって、えー、何をしにやってきたかっていうと。 生ききるるためにやってきてるんですねつまり肉体を持って最後までで生き切るんですでその間にもちろん何か達成したい物事をやったり夢を叶えたり何かを形にしたりってするかもしれないけれどそれはもちろん大事な部分の一つではあるんだけどそれよりも本当に日々を大切にして例えば毎日こうたわいもないこととかもしくは取、えー、るに足らないこと。 そういういことを感謝だなっっってててて大事にして生き切っていくっていうことの方が実は僕たちにととって大事なことなここんですねでこの生き切ることができた時にあやりきったなちゃんと人生やりきったなって言って満足して向こうの世界に帰っていくことができます。なのでねこの生きがいというものをねあまり深刻になってこう見つけよう見つけようとしないようにしてくださいそれよりも今目の前にあることを大事にして感謝してそして楽しむこの意識でね生き切るっていうことに意識を向けていって楽しんでいただけたらというふうに思います。